見てくれてありがとうございます。探検発見ホット犬のうっちーです。楽しい取り組みされていますか？今日は枚方市の山田池にやってきました。一緒にウェブ上で探調しましょう。もう本当に美しくてね、ここはもう素晴らしい公園ですよね。モミジとかですね、もう12月なんですけどね、12月上旬なんですが、もう本当に綺麗な道がありますね。ここの山田池は1200年前にですね、水不足で、争いがありますよね。その解消のために作られたと言われてますね。里山として、ね、農作物もこの辺りで作られてるんですね。ただ私はいつも思うんですが、来る土地はもう大都会ですよね。シジュウカラがいました。群れでなくてですね、これ1羽だけでいたからそういう場面があるんですね。群れで見ることが多いんですけれども、そして人懐っこいジョウビタキのメスが私の歩く前に道にいましたね。でもね、人懐っこいんですが、微妙にある一定の距離よりも近くなるとパッと飛んでいくんですね。でまた、道路の上に出てくる。だから間合いを取ってますね。今ね、黒いもんなんか吐き出したりしてましたがね。まあ嬉しいですよ、このジョウビタキ、可愛らしいですね。そして私のホームグラウンドの甲子園でもよく見られるイソシギがいましたね。山田池公園は本当にいろいろな野鳥が以前来た時見れましてね、感動しましたね。今日もですね、ミサゴが枝に止まっていたんですね。前はオオタカでしたので、ミサゴというのが初めての、ここでは初めての出会いですね。ミサゴ、枚方の淀川河川公園でもいましたし、淀野でも見ましたし、もちろんその淀川の河口の毛間地区でも見てますから、かなりいると思いますね。マガモも見ていますと黒いものが動くんですね。同時に黒猫ですね、猫がいましたね。でもそしてですね、以前見た、大鷹をお見せしますね。大鷹がですね、勢いで食べてたんです、ここで山田池でですね。で周りにバードウォッチャーがいたら、あそこで大鷹が黒い鳥を食べてますよと言おうと思ったんです。誰もいないですね。まあ大鷹がですね、カラスがですね、その猛禽類嫌がらせしますよね。で頭に来たワシタカの仲間は逆にカラスを襲うということよくありますんでね、調子乗っとったためですね。カラスもマガモの群れがこの辺りをいましたね。まあこういう大きな池ですんでね、いろんなタイプのカモを見ることができます。アオサギも止まってますが、カウも止まってますね。
してぐるぐる回ってるカモを見ましたね。ぐるぐるハシビロガマですね。これハシビロガマはですね、まあ、盆踊りのようにね、ぐるぐるみんなで回るんですね。これ、ぐるぐる、まあ、洗濯機のようにぐるぐる回ることで、水が舞い上がるんですね。その時に小さな食料になる、微生物プランクトンも舞い上がらせてそれを餌にするんですね。面白い餌の取り方ですね。遠くですけどね、この辺りマガモとカルガモが見えました。風が出てくるとまるで海のように大きな池ですので、さだ波が立ちますよね。ハジロもいましたね。星ハジロ、こう冠かいつぶり、もうまるで海ですね。星ハジロ、であれマガモじゃないなと思ってよく見ますとヨシガモもいました。緑のね方でヨシガモですね。あの頭の緑以外はですね、体はオカヨシガモと似てますよね。オカヨシガモとヨシガモ、ヨシガモはその頭がですね、ナポレオンのように後ろの、ね、青い部分がですね、後ろ後頭部のところに、ね、ピッと外に、出てるんですよね。かっこいい鳥です。頭でっかちに見えますよね。そのね、黒く見える時もあれば、その太陽の光の当たる加減で金属光沢のする緑に見えるわけですね。それがヨシガモの特徴ですね。太陽の光が当たるその角度によって緑の金属光沢が反射されて人の目に入ってくるだと思います。だから角度によって黒く見えたり緑に見えたりするわけですね。そしてですね、ミコアイサーを見ました。これなんか灰色の部分がたくさんあるんでね、若鳥と、そういうこれは成鳥ですね。ミコアイサーもたくさんいますね。茶色い頭がメスタイプですね。ミコアイサもいますね。そしてね、非常にたくさんいるのはカワセミですね。ただカワセミはね、ビュッと飛んでる姿もよく見るんですが、飛んでずっと到着したところは木の陰という感じですね。そしてですね、嬉しかったのはオシドリが見れたんです。キセキレイとオシドリが一緒にいたんですね。これもなかなかね、なんというですかね、わからなかったんですよ。もう本当にね、木の下にいたんですね。だからよくね、双眼鏡でじっと見とった見えたんですね。そしてね、やっと2羽、オシドリ夫婦じゃ、まさにオシドリ夫婦でオスとメスが2羽で泳いでるのも見ました。たった1回ですね、朝早くから来て昼2時ぐらいまで行って、たった1回だけ出てきました。よかった、見れてよかったです。見てくれてありがとうございます。オシドリ夫婦